どうも皆さんこんにちは、ワッキーです。今回の動画はタイレストランでございます。ヤワキさん待ってました。まあ今年ね2021年始まってからユッチーにタイ料理を知ってもらおうということで、今回で6軒目になります。お店はこちらでございます。店名にさ、チェンマイってついてるでしょ。入ってますね。まあタイの地名なんだけど、そこでねカレーラーメンが有名でね、カオソイって言うんだけど、今日はそのねカオソイを食べにやってきてるんですよ。おお、僕まだ食べたことないカレーラーメンで、このニューチェンマイさんはオープンしてね今2年ぐらいやってるということで、で毎度僕たちにタイ料理を教えていただいてるあのエンディがもうお店の中にいますんで、いろいろタイ料理を教わりつつ楽しんでいきたいと思います。エンディタイランドのエンディです。どうもエンディです。おー、実はですね、ちょっとエンディにプレゼントしまして嬉しい。まさか今日来てくれると思わなかったんで、それでやっとね、はい、仲間に入れましたっていう感じなんですけど、今日結構寒いという今日寒いんだよね。雨で寒いんですよ、寒いよ。ということで、あのこちらあの都立大学 の、うん、あのニューチェンマイさん、もうメインはね、もう日本人も大好きなカレーとラーメンが 2-in-1 になったカオソイなんですよ。楽しみです。ところが、はい、そこに行く前に日本の皆さんがまだまだ知らない美味しいメニューがあります。ちなみに、僕のチャンネルタイ知らない人も多いんで、うん、チェンマイっていう地域は、まあ、日本でいうと どの辺なんですか、ね、京都に近いっていう、そういう風にねチェンマイ言われてます。実はワッキーはチェンマイに2回3回、はい、そうですね、僕は言ってますね。でただあのタイ現地のカレーラーメンは骨付きのお肉がついてるんだけど、あれがねちょっと食べにくかったんだよね。だからタイ人はそんなの関係なく食べてて、まあでも俺的には骨がない方がいいなっていう。こちらのニューチェンマイさんはちょっとまだどうかわからないんだけど、ユッチーすいません、ほらエンディにやってもらってる、エンディさんにやっていただいて、すいません、人生の先輩だぞ。ありがとうございます。じゃあごめんです。乾杯。まず1品目がチェンマイラープっていうやつで、ものすごい珍しいタイの北部のラープがあって、これはものすごい美味しいよ。最初はのラープですね。ラープサラダ、前菜、前菜、うん、こちらが普通の辛さで、でこちらが激辛、そう、ユッチー用に、ユッチー用に用意していただいてました。あとパクチーがね乗ってるので、まあ、ユッチーはね今年パクチー克服したいということで、そうですね、今まあいろいろ他のね撮影でもパクチー食べてるんだけども、じゃあまずちょっとこれ激辛いきなり言っちゃうと口が麻痺しちゃうから、ね、最初にこのスタンダードの、そしてこれ調味料というかマクフェンという、ちょっと初めて見ましたね。山椒と胡椒が合わさった味なんだ。へえ、まあお好みでちょっとかけて食べるということで。うわ、これ結構肉ゴロゴロじゃないですか。うわほら、うわ玉ねぎも入ってて、うわ美味しそうだな、めちゃめちゃ入ってる。とガッと、じゃあいいですか。うん、いただきます。おものすごい肉肉しい。あ、そうなんだ。一個一個は結構噛み応えがあってね、辛さ普通だって聞いたんですけど、うん、結構ピリピリくるね。あ、きます、うん、これがねつまりねマクフェンなんだよね。そっか、もうすでにこれが入ってるんですもんね。しびれとかも来るんです。しびれもね若干残るかな。あ、そうなんですね、うん、毛穴開くぐらい辛いです。え、結構いい。まあ俺からしたら結構好きな辛さ、うん、そうノンアルだけどこれいけますね、うん、お酒が進みますよね。うんうんうん、めっちゃうまいですね。うまいでしょ。今パクチーと一緒に食べたんですけど、うん、全然いけます。あ、全然いける、食べれます。いける、うん、これはもう激辛のラープです。どんだけ辛いんだろう。さっきのとだいぶ違いますね。辛さが一気にきます。辛さ全然違うけど、こっちの方が俺好きかもしれない。ただ一気に毛穴が。でもやっぱりタイ料理といえば辛さも大事ですからね。焼きました。これあの特徴的なのはピーナッツですかね。そう、世界で一番美味しいって言われたゲンマッサマンっていうね、タイ南部のカレーがあるんですよ。このタイ南部のカレーよりも北部のカレーの方が美味しい。マッサマンカレーって松屋さんが出して、あれで結構認知が増えてきたんじゃないですか。それよりもこっちの方がタイ好きの方は好きな方が多いという。その通り。でこれご飯もねジャスミン米なんだけど、マスク越しでもねこの香りが伝わってくるんですよ。しますね。で趣旨はユッチーにタイ料理をこう、ね、知ってもらおう、楽しんでもらおうという趣旨で今年やってるわけだから、え、
言っちゃっていいですよ。これいいんですか。いいよこれで。ユッチーがこれで、俺とエンディはこれは。いや大先輩のお二人が。これちょっと申し訳ないです。なんかお願いしますよ。あざっす。ほら、豚肉がすごい。ほらとろとろ、脂身もいい具合で、豆もピーナッツ、うわコラーゲンたっぷりだよこれ。角煮がゴロゴロ入ってますね。すごいな。であとこれユッチーほら、うわ卵も入ってるよ。僕たちが卵の取り合いしてたら本当情けないことになっちゃう。エンディこれは確実に渡航費が浮いてます。オリツ大学でもうタイの味ですこれ、ね、そのまま本場の味。まあ国産タイ人なんだけど、うん、角煮とジャガイモ のゴロゴロ具合もいいし、ピーナッツもね結構煮詰めてるからホクホクしてる。本場のチェンマイをねワッキーは知ってるから僕のね出る幕なし。こんなでっかいのが、玉ねぎと生姜もね細切りのが入ってて、うん、これ結構煮詰まってるよね。感銘を受けてるねあなたいつも。うわちなみにユッチーさ今年ねタイレストラン6軒目じゃない、うん、エンディーはもう日本全国のタイレストランも知ってるわけよ、うん、その中でよりすぐってんだよこれ。選んでこの店来てるし。そうですよね。そう女性でタイレストラン好きな方、タイ料理好きな方多いじゃないですか、うん、でどこのお店行ったらいいか分かんないっていう女性も多いのよ、うん、そっかそうですね。だからそういうのも知れるわけだから教えてあげれるわけじゃないですか。これはね忘れちゃいけない。そうです、ね、本当に、うん、エンディが選んでんだもん。ハズレがあるわけないじゃん。あこれはユッチが今編集中ですね。さて何の動画の編集をしてるんでしょうか。いやワキー TV 見てるんかい。しかもサンリオのやつ。これやってきました。来ましたね。これがカオソイです。揚げた麺が乗ってるのが特徴なんですかね。パリパリでね。中にゆで麺が入ってます。で骨付きのお肉でしたね。うん。これがさっき僕がちょっと、そうそう。まあ若干食べにくいって言ってたんだけど、でも骨付きの方が美味しかったらするんで。いやこれエンディカオソイの骨付きのチキンは、うん、もうユッチ人生初めてなんで、ユッチ。かぶりついていいんじゃないの。えこれ僕いただいちゃう。いいよいいよいいよ。いいんですか。まあ俺もちょっとほらスープとか麺ちょっと欲しいよ。あそれはそれはでカオソイの付け合わせがこんな感じで、赤玉ねぎにでこっちがライム。タイゲンちゃんとこれがねマナオだったりするんですけど、で真ん中のやつがちょっと分かんなくてザーサイかなと思ったら違くて、こちらです。マスタードグリーンってやつなんですね。これがこれ真ん中のやつ。タイではこれよくあるみたいです。チキン持ち上げたいんですけど、こんなでかいですよ。すごい。うわ、ほろほろだし。で中にゆで麺が入ってるんですけど、これ結構卵麺だったりしますけどね。で縮れてますね、かなり。スープをねしっかり運んでくれそうな。でこの揚げた麺はお店によって結構ばらつきありますね。うん。うわ、とろとろスープ。ほら、うわ、とろんとろんです。これに僕日本でカオソイ何軒か食べたことありますけど、うん、僕の中で歴代1位ですね。うわ、まあ、ちょっとタイ原種とは比べませんよ、うん、ちょっとまた別物なんで。スープが超濃厚でカレーのこのピリッとしたスパイシーな感じとちょっととろみでココナッツミルクのね何とも言えないこれ芳醇なね舌にまとわりつく麺にもまとわりついてでちゃんと辛みもありますね。あるね。コクも強いんだけども辛みもくる。麺もね美味しい。うん、縮れててねもちもちしてて。揚げ麺もいいですね。揚げ麺も最高。揚げ麺も最高ですこれ。オリバさん止まんないですね。すごい上手です。いやいやいや。いやこれユッチ贅沢だぞ。おおおおおお。トロトロじゃない。もう。ほぐれ落ちましたよ今、ね、うまっ。こんなのあります。ちゃんとね丼の中に着地したね。これは贅沢だな、うん、どうした、うん、この骨付きのチキンのほぐれ具合は
かなりこれ上位に見たことないね。見たことない。これタイ現地でもこんなにほぐれるチキンたまないですよね。ないね。歯細いなんだけど骨付きのチキンじゃなくてこれ牛すね肉なんだっていう。これタイ現地であんまり見かけなくない？見ないね。あ、インディでも初。うん。うわ。歯細いの中に牛すね肉。これインディ用に。うわー、これすごいな、これ。すごいですね。ほら、おー、すごい。ちょっとこのね、牛すね肉なんですけど、これ相当煮込んでてもうホロホロなんですけど、噛むとこれ旨味広がってすごいですね。めちゃくちゃ美味しいです、これ。うわ、カオソイ好きの方もいると思うんでね、都立大学のニューチェンマイさん、これ食べに来てほしい。僕ら別にお店の回し場でも何でもないんだけどさ、いや、これ本当に美味しいよ。だって現地で食べてんだから。もう二人が絶賛してるんですもん。渡航費も時間も労力も使ってんだよ。エンディ、今回も教えていただいてありがとうございます。ありがとうございます。ということで、今日は都立大学にありますニューチェンマイさん、カレーラーメンのカオソイはね、これほんと間違いない、めちゃめちゃうまかったです、うん、あとタイ料理何気にまだ知らないとか、うん、食べたことない人もいるから、うん、まあ、ここはちょっとね、東京都立大学、まあ、目黒区なんだけど、まあ、来れない人の方が多いかもしれないけど、まあ、もしね、ちょっとカレーラーメン食べてみたいなって方がいたらね、ここはねめちゃくちゃおすすめです。で、お店が東急東横線都立大学駅出て徒歩 3,4 分の場所にあります。入り口はね、結構分かりやすい場所なので迷わないかなと思います。食べてみたい方はぜひ。そして最後にコメント紹介でございます。荒井ひろみさん、こんにちは。ワッキー TV 最初から拝見しています。もう6年半前から。ワッキーさんは私と同い年で、美味しいものが好きなところも同じなので勝手に親近感を抱いております。しばらく大好きな外食を控えているので、ユッチーさんと目を輝かせて仲良く食べている姿に癒されます。自宅での晩酌のあてに動画を楽しみにしながらお二人を応援しております。頻繁に配信するのは大変なことも多いと思いますが、ずっと続けてほしいです。いつも素敵な動画を届けてくださって本当にありがとうございます、という。これはもうね、ワッキー感謝感激。いやいやいや、何ですかそれ。え、新しい。いや、ちょっと今なんか急に浮かんだから。急に来た。急に降りてきたんですね。このように、毎回コメントをご紹介しております。コメント、それから高評価よろしくお願いします。チャンネル登録もよろしく。またね。